陽キャは努力しない人間を見下し、陰キャは努力する人間を見下す。どうもこんにちは。とある暇人です。今回は陽キャは努力しない人間を見下し、陰キャは努力する人間を見下すということについて話していこうと思います。まず陽キャというのは基本的に他人にマウントを取るために努力をする人間なので、努力をしない人間を見下すのです。そして陰キャは努力をせずに得をする才能にこだわる部分があるのです。 どこかの名言でこんなのがありました。努力というのは才能がない人間がすること。だから僕は努力をする。それを聞いて、ああ、なるほどな、と思いました。まあ、個人的に、容ャも陰キャもあまりいいものではないと思います。以上で動画を終わります。ご視聴ありがとうございます。